市場の失敗、市場の失敗、市場の失敗とは、市場メカニズムが働いた結果において、パレート最適ではない状態、つまり、経済的な効率性が達成されていない現象を指す。ある前提の下では、需要と供給の均衡により、パレート最適な配分を実現し、安定した経済を形成すると考えられている。市場メカニズムは、 多くの経済学者から支持を得ている方法である。ただし、人々や企業が利順を最大化しようと、利己主義的に行動、見えざる手したことで、社会的に望ましくない、最適、パレート最適ではない結果がもたらされるケースもある。例えば、独占や河川、失業や公害、貧富や地域格差などの市場の失敗が生じる。経済学者のハッタ・タ達オは、 市場の失敗は、一般的に、一外部性、外部経済、外部不経済、二公共財、三情報の非対称性、四規模の経済の四つの類型があるとしている。経済学者の飯田康幸は、市場の失敗は、一自然独占、二外部性、三情報の非対称性、の三つに対別できるとしている。市場の失敗の代表的なものとして、 次のようなものが挙げられる。失業、貧困、犯罪率増加、自殺などの社会問題や格差社会の発生は、従来の定義では、経済的な公平性が達成されていない現象に属し、定義の上からは、市場の失敗とは別の分類であるとされた。しかしアマルティアセンラの研究などにより、社会的費用の拡張が試みられ失業や貧困などの社会問題が、 経済成長などに大きく寄与することとなると、貧困などの社会問題が、市場の失敗とみなされるうになっている。環境問題として、ダイオキシンやアスベストのほか、身近なものとして、騒音、大気汚染、水質を抱く、廃棄物の不法投棄などがある。こうした、環境問題は、環境を悪化させた当事者が、社会全体のコストを負担せずに済むという、 外部性が存在するため、汚染した当事者が、出し得となり、環境を改善させようとするインセンティブが働きにくい。これは、市場の失敗の典型例であり、市場に任せていては、解決が困難な問題の典型例である。市場の失敗について、西部進む、評論家は次のように述べている。市場経済そのものが、失敗の危険にさらされている。不確実性。 大規模生産の有利性そして公共財の存在という件があれば、それらの条件は偏在している。市場競争は効率的たり得ず、その意味で、いわゆるマーケットフェイルは市場の失敗は必然なのである。また、市場の失敗の原因について、西部は次のように述べている。市場経済そのものは人類史における偉大な発明品の一つである。 それに対立するものとしての計画経済は、特に情報の生産、交換、消費の効率において、市場経済にはるかに遅れをとっている。しかし、すでに指摘したように、マーケットフェイルは、市場の失敗も、また偏在している。通常に指摘されているその失敗因は、おおよそ三つであって、第一に、将来の不確実性が強い場合、第二に、規模の経済、 つまり大規模生産の効率性が大きい場合、そして第3に公共財、つまり人々が集合的に消費する財が重きをなす場合に、市経済は効率的足り得ない。第4の要因として、市場の均衡が不安定な場合も挙げられるが、それは以上の3つの場合から派生した結果であることが多い。経済学者の大竹文優は、サブプライム問題は、 市場の失敗の一例であり、情報の非対称性の問題であると指摘している。経済学者の中谷岩尾は、市場メカニズムが果たしている役割の本質、効率的な主源配分の意味、所得分配の決まり方、人々にインセンティブを与えている機能などの市場の利点を十分理解しないで、市場の欠点だけを上げつらうと、政府に全て介入してもらおう。 という間違った方向に関心が行ってしまう可能性があると指摘している。経済学者のゲイリー・ベッカーは、市場は決して完璧なものではなく、それは世界的に深刻化する公害に歯止めをかけられない点からも明白である。ただし、中央政府による計画経済などの選択肢に比べれば、多くの状況においてはまだ機能する。正しくは、 それ以上でもそれ以下でもないと指摘している。経済学者の岩田菊は、市場とは、資源配分、所得分配を決める手段であって、規制、ルールのあり方によってその性能は良くも悪くもなる。性能に問題が生じた場合は、原因を追求し、規制、ルールを変えることが重要であると指摘している。大竹文雄は、市場の失敗は、完全に解決することはできない。 規制はきちんと働くように監視するコストがかかる。様々なトレードオフを考え、社会の仕組みを考えていくしかないと指摘している。市場の失敗に対策を立てた場合、市場に任せておけば、効率的な資源配分が達成されるという、厚生経済学の基本定理という命題がある。発達夫は、この時の効率的な資源配分が達成されている状況とは、 誰かの生活水準を引き上げるために他の誰かの生活水準を引き下げざるを得ないという状況を指すと指摘している。また、ハッタは誰かの生活水準を引き下げずに他の誰かの生活水準を引き上げることができるなら、それは無駄のある非効率的な状況だったと言えると指摘している。政府の役割の一つは市場メカニズムが働かない分野、つまり 市場の失敗を是正することである。政府は市場の失敗を補うために公共財を供給したり独占企業を規制したりし市場の失敗に対応する。またもう一つの役割として所得の再配分がある。政府は麻薬の取締りや国防、警察、義務教育、国立病院などの公共サービスの提供、拡充を行う。警察、検察、 司法制度は、自発的な交換ルールを破った者に対して、ペナルティを課すたの制度であり、医師の資格免許制度は、不適切な医療行為から患者を守るための制度であり、弁護士、税理士、会計士の国家資格制度は、情報の非対称性を原因とする被害から、人々の守る制度であり、銀行業の開業に対する許可制度は、人々の預金の安全性維持するための制度である。 政府は外部経済がある場合は、そのような社会に良い影響を与える活動をより増やそうとし、一方で外部不経済がある場合は、そのような社会に悪い影響を与える活動を制限しようとする。外部経済に対しては、公園、都市計画を作ったり、補助金をつけたりするなどの手段を用い、外部不経済に対しては、規制を設けて禁止したり、 調整を行うなどの手段を用いて、外部経済を増やし外部不経済を減らすように努める。独占企業によって自由な競争が阻害される場合、価格の釣り上げなど、独占を禁止したり、独占禁止法、価格の制限を行う。経済学者の竹中平蔵は、民間企業の活動は、市場ルールに基づいて行われるべきであるが、市場ルールの違反を取り締まるのは、 政府の役割であると指摘している。経済学者のジョセフ・イース・ティグリッツは政府と市場は相互で補い合う同士である。市場に任せっきりにせずバランスを取るべきであると指摘している。経済学者の田中秀臣は政府自身が必ずしも完全な情報を所有しているとは限らないと指摘している。竹中はミルトン・フリードマンは 市場が失敗することもあり得るが、政府も失敗する。市場の失敗は、不景気やインフレをもたらす程度で済むが、政府の失敗ははるかに大きな犠牲をもたらす、主張していると指摘している。発達タタは、政府の失敗がある場合にも、政府は介入する必要があると指摘している。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。